ら光一新協会は、神奈川県横浜市中区にある日蓮宗の寺院。日蓮宗総本山みの山さん駆動寺の宝脈である、みのぶ中世の寺方園に属する。本寺は、神奈川県藤沢市辻堂館内にある、宝光山も取次。元は松寺であったが、元本院、旧横浜別院である、日蓮送信実る結社の解散に伴い、 横浜別院としての宝刀を継承した。日蓮宗には三光天使を祀る三光天使信仰が存在するが、本立寺は非天使のみを独尊勘定する方向天使信仰の本拠地として栄えた。なお、方向天使とは、日蓮宗の根本協典である、妙法蓮華行における非天使の名称である。日本初の西洋式競馬場である、根岸競馬場の想定士であった。 杉浦誠と、その妻で、方向天使信仰の特進家であった、杉浦忠明が、大正年間に自宅に、方向天使を誕生したのがその乱章である。昭和9年3月、本名院日光が死である、宝光山本立次海産、仏願院費、明の命により、杉浦宅に来いまし、不協伝道拠点の確立を目指した。以後、共戦が拡大し、 昭和13年12月26日に、宝光一新協会を交渉して、正式な日蓮修寺員となった。昭和20年5月29日の横浜大空襲により、道具が怪人にキス。昭和25年7月30日に、本堂、栗を再建、同年9月9日に、落景式を営み新たに不教伝道を展開した。 昭和28年7月23日付で宗教法人を取得。昭和36年3月に元本院、旧横浜別院の心、実る結社の宝刀が途絶えたことを受けて、共戦を継承。実質的に本立寺の横浜別院となる。昭和53年4月に本堂、栗の造改地区に着工し、同年8月に完成。 同年10月27日に、落景式を営んだ。昭和54年12月2日に、本明院日光が宣言し、第2世、是真院日治が宝納を継承。彼歴、第3世、玄高市院秘行と共に不協伝道を展開するが、次第に、建物の老朽化と、断身塗造化に伴う本堂の共愛が顕著になり、平成4年に、時間一新を計画する。 平成6年10月27日に、落景式を挙行、現在の古県藩紙面の本堂が建立された。その後、平成10年3月21日に、県高市院比業が、平成22年10月9日に、是心院比を治むが、それぞれ宣言。是心院比、治むの宣言に伴い、第四世、春秋院比明が法刀を継承する。元年月日、 改装80周年記念事業の一環として、かつて心、実る結社に安置されていた、方向天使像と祖師像を先座し、名実ともに、本多手寺横浜別院としての宝脈を継承した。日蓮宗には、古来より、大木光と称する神徒団体が存在するが、方向天使信仰を継承する寺院では、大木光の名称が、宝光一信仰で統一されている。 宝光一新協会では、横浜市中区の本木宝光一新校、西区の戸部宝光一新校、南区の長田宝光一新校、広脇寺宝光一新校、磯子区の丸山宝光一新校、滝頭宝光一新校、神奈川区の大口宝光一新校、保土ヶ谷区の富津向町宝光一新校、江南区のセリガ、 国宝光一信孔等の各校を下の孔獣と称し大木校を主導していた。現在では、戸辺宝光一信孔、長田宝光一信孔、芹ヶ谷宝光一信孔の三孔獣が大木校を継続している。宝光一新教会では、奉孔天主信仰発祥の寺である、美信山大孔坊、寺院の本末関係上の本寺である。 だから光山元立寺、住職の指定関係上の本寺である、源の悟山賢称寺の参加寺を、一層二本と称して、本末関係を維持している。ありがとうございます。